おはようございます。今日はね、あのゆうでいさんに遊びに来ました。っていうのも、大成が新車を買うことになって、それを見に来ました。で、綾乃のアンパンマン号も点検に出してて、それもちょっと見ようかなと思って来ました。新車いっぱいあって、どれかわかんない、聞いてこよ。なんかね、機能も同じ見た目なのになんか違うんだって。だからそれを教えてもらう。今日は行ってきます。こんにちは。お邪魔します。今日は買う車の見せてほしいです。はい見せてください。わかりました。お願いします。どれですか？それ。これ？これ。これ？これ。おお、なんか長い？ちょっと長い。30センチ。30センチ？うん。しか変わんないの？30センチしか変わんない。へえ、なんか長い感じがする。あ、そう。うん。でっかい。大きい。え、なんか今矢野が乗ってるのとちょっと違うって聞いたんだけど、はいはい、どこが違いますか？シートがまず変わったのと運転席の、はいはい、左側に、左ここですね、ここにセンサーがついて、はい、四角になる部分の車や自転車を検知するセンサーがついてます。え、それって何、常にピピってなる、鳴るしをしたら2種類あって、うん、走ってる時に四角の車を捉える装置と、ウインカー出したら車がいますよっていうピラーに映ってランプが、うん、それで反応するっていうセンサーで、へえ、交差点とかの巻き込み左折時に、はい、30キロ以下でも反応します。ウインカー上げてたら。じゃあウインカー上げてる最中は、はい、左側にあったらあるよって教えてくれるってこと？教えてくれます。へえ。で、止まっててもなります。出発するときに左側に動こうとしたら、ウインカー上げたら左になんかあるぞって。ウインカー上げなくてもここに立ってるだけで。どうして？なります。どうして？エンジンかかってれば。そうなの？そうなの。次変わったとこはどこですか？はい、次変わったのはシートですね。わ、すごい、めっちゃ進化してる、はい、これは？これ、それがシートのヒーターですね。シートあったかいってこと？あったかくなります。これ、うん、やばい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 すごい、シートベルトがこここのシートは、はい、これはオプションね。オプションです。プシュプシュが、はい、あ、でもね、圧迫感なくていいですね。そうですね。ね、前にさ、こうやって出したらさ、首がさ、ブツンって なりそうになるよね。女の人は特にね、すごいこれ。ここはバックカメラがつくようになってます。この位置につけるように決まりになってる。決まりなんだ。決まりになってます。へえ、はい、最近単車乗って、はい、バックカメラこの世の中にと思ってすごいびっくりしたの。ちょっと見たいです。はい、どうぞ。どうするの？どうす、これキーオンで、え、キーオンにしたら、え、すごい、え、感動なんだが、あ、いるいるいる。やっぱここの窓って使わないじゃん、ヘッド。だいたい塞がってますね。そう、塞がってるから、うん、でもミラーだと真後ろ見えないし、うんうん、いい。あとこれがめっちゃいい。
これ？そう、今までこっちしかなくて、で助手席に乗った人超眩しいって言ってたから、はい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 、すごい、ついてます、そっちにもついてるの最高な車ですね。なってるんだけど、ゼロ度じゃないよ、ゼロキロだよ。あ、ゼロ度ってなってる。多分ちょうど今気温がゼロで外気温ついたんですか？外気温つきました。後付けでつけるぐらい、そう、みんなつけてて、後付けで外気温ってめっちゃ気になるの、走っててですよね。そう、特に冬場、そう、え、これ凍ってるとか思った時に、え、外気温ついてる、やっとつきました最高、外気温見れるのは本当に最高。工場見たいです。工場行きましょう。工場見たい、行こう。はい、道路渡ります。ヘルメットしました。すごーい、え、新車？新車？わー、かっこいい。え、あれ何？はしご？あ、はしご、こうなるの？こうなってる。すごい。下が下がる場所で、ここは下に入るってこと？下に入れます。え、来なかった。そんなやばくなる。エンジンかかってるからここまで。おー、すごーい。え、綾野が整備士さんになりたかったら、うん、なれる？なれるよ。マジ？うん。大人になって何年も経つじゃん。うん。え、綾乃がさ、面接してって言ったら、うん、してくれるの？する。もちろん。おお。すごい。整備士さんですか？はい。わー、何年やってるんですか？8年目ぐらい。マジ？はい。え、だって若いですよね。26です。え？18で入ったんで。かっこいい。綾乃整備士になろうと思ったらなれる？なれます。思ってないでしょ。え、なれます、なれます。いや、思ってないでしょ。いや、思ってます、なれます。力ないよ。大丈夫です。あ、ほんと？大丈夫です。大丈夫。いや、絶対嘘絶対嘘じゃん。え、でも女の子の整備士もいるんだよ。え、嘘。うん、うちここにはいないけど、うん、幽霊のグループで全国には何人。女の人でもなれるんだ、すごい。誰でも、男も女も関係なく、うん、あー、いいなー、体制やめようかな誰でもチャンスがあるんだってね。お迎えに来ました。なんかいる、やめて、よそでやるのやめてねえ、およそでやるのやめて出ました、クソガキ社長。社長、あやの体勢やめて油断入るわ。あ、おれさーん、さよなら。ね、支店長さん、はい、あやのでも入れる、うん、入れるよ。ゆでの整備士にあやのでもなれる、なれる。落とすっしょ本当？なれる。高卒ないけど大丈夫、うん、免許もないよ、整備士の免許関係ないよ。入りたいっていう意欲だけあれば。本当？本当。マジ？マジ。じゃあ、大勢やめて来てもいい？来る整備士さんかっこいいですね、本当に。ね、かっこいい、うん、そう、みんなのおかげで走れてるんで、うん、なんかあったら助けてください。バーバーみんな優しいね。優しいよ、みんな優しい。え、一番ここの中で偉い人、うん、はい、支店長さん、はい、
知らなかったよ。知らなかったの。知らなかった。うん。知らなかった。はい。